ミブテラミブ狂言ミブ大念仏狂言。無言劇だが、演者は口の中でナムアミダ仏と念じているという。ミブ大念仏狂言は、毎年節分と4月、10月に京都市中京区のミブ寺で演じられる、無言劇である。大念仏狂言の一つ、重要無形民族文化財に指定されている。約700年の歴史があり、演目は30曲。仮面をつけた演者が、 金や太鼓、笛の林に合わせ、無言で演じる。演目は全部で三十ある。演目には、完全懲悪などの教訓を伝える話や、平家物語の他おとぎ草子などに取材した話がある。せんべいを観客席に投げる、あたご参り、紙でできた糸を観客席に投げる、土雲、綱渡りをする、ぬえ、かにどの、すやきの皿を割る。 崩落割といった派手な見せ場を持つ演目もある。崩落割で約3メートル下に投げ落とされる皿はおよそ1000枚にも、及び厄除けや開運のため参拝客があらかじめ奉納する。鐘と太鼓の音から三部寺の観伝伝の愛称で親しまれている。三部狂言を伝承し、演じるのは三部大念仏工住の人々である。地元の小学生から長老まで、 約40人が、未部大念仏工事を構成し、学校が良い、会社勤め、商いなどの本職の傍らに練習をし、講演をしている。講演は、毎年3回、である。鎌倉時代の1300年、有数念仏宗の演学商人によって創始されたと、伝えられている有数念仏の狂言。各世紀のない時代に、仏教を群衆にわかりやすく、説くために、 大げさな身振り手振りで表現する無言劇の形態が採用されたという。念仏狂言が無言劇化した理由については、本来、大衆が念仏をする前で行われたものであったために、セリフを発しても、念仏の意に書き消されて伝わらないので、無言になったとする説もある。なお、同じ念仏狂言でも、千本円魔道のものは、セリフ入りで行われている。 江戸時代になると、布教活動としての色彩が薄れ、大衆娯楽として発展した。能や狂言、物語に取材し、新しい演目が考案された。あたご参り。ただし、本来は、三部寺ではなく、清涼寺の演目。足立ヶ原大鉱山を受け取り、三部狂言における代表的演目。日本古劇中の傑作であるとされる。 左手が三本指の美女が地蔵村に茂出て赤の水を汲む。これを見染めた老人が発砲を手を尽くしてついには彼女を口説き落とす。そこへ老人の妻である主婦が来て嫉妬する。老人は妻を蹴倒して若い美女と逃げる。主婦は鏡を取って化粧してみるが自分が醜いので自暴自棄に泣き崩れるというあらすじ。 おはらめがきすもうかにどのくまさかさいのかわら、さかぐらかねぐら節分2月の節分会で上演される演目。節分の鬼を豆によって退治する話。大仏供養大国ガリ玉も前土具も、道場寺の上橋、弁慶花折れ花びと船弁慶放落ありから4月の大念仏会の公演では、必ず毎日の最初に模様される演目であり、2月の 節分会の際に奉納された崩落が、この演目の最後に割られる。崩落が割れると、願い事が成就するとされている。堀川御所本能寺坊棒にりもみじがり、山畑とろろゆだ用よち、そがら消門にエビーミブ狂言、郷土の伝統芸能、羽賀秀夫、保育者、1991皿1 0枚で公開。 崩落割京都で、未部狂言始まる三景フォト2018年5月23日、閲覧。大念仏会は2014年から、日程変更。2013年までは4月21日から29日までの9日間で、あった。未部寺ホームページより未部大念仏講、未部狂言解説より、ありがとうございます。